松永さんが弓作りの支えにしているものがあります。こういう先生方が訪ねてこられた時に一筆ずつこう書いて、それが今はもう本当にこれはもう我が家にとっては家宝になってますけどね。ひもさぶろうを手に八段に挑戦した弓道家たちの言葉が書かれています。聖者は心にです。者は人徳を表す。With all my heart、 全身全霊を傾けて。リアン・オブライエン。松永さんと交流を続けてきた弓道家です。7年前、オブライエンさんが外国人で初めて七段に合格しました。その時審査会場で交わしたオブライエンさんとの会話を松永さんが鮮明に覚えています。弓道の心を深く理解していると感じたからです。的中率というのはほとんどもう本当に10本いけば10中というような感じだったしね。で私がちょっとすごいですねと言ったら、そのいや今の音屋は私が妥協で話しましたとか、なんかね、妥協で話しましたなんかよくもね、ヨーロッパ人に当たれば普通だとね喜ぶはずだけども、結局妥協で離れたっていうことまで日本の弓道のそれを言える立ち写真って素晴らしいなと思いましたしね。指に込められた力は真の弓道家に使われて初めて発揮されると松永さんは考えてきました。七段審査のすぐ後、松永さんはオブライエンさんに肥後三郎を送りました。オブライエンさんはイギリスの首都ロンドンで暮らしています。こんにちは。 Good afternoon. Okay, we'll make high ray to start today's practice. リアム・オブライエンさん58歳、大学で美術を教える傍ら弓道を続けてきました。じゃあよろしくお願いします。お願いします。ロンドンには専門の弓道場がありません。週に一度体育館を借りて練習しています。Keep more of your breath in the hara, down in the lower part of the body. It's all a little bit up here.Try to make this more relaxed on the upper part of the body. Stretch up the body. Use tatenosen. オブライエンさんは30人ほどの弟子に弓道の精神を伝えています。雑念を払い、正しく弓を射れば、矢は必ず的に当たる。弓道では、何事にも動じない心の鍛錬が求められます。弓道の厳しさ、I think the strictness of 弓道 is that, for example, 的 the target 全然変わりがないですね。There's no change to the target. 弓 is more or less always the same. So the only thing that changes is your feeling, and so you have to examine that. So
in a way, the enemy is yourself. And that became very interesting, to start to discover more about yourself through practice. オブライエンさんが弓道と出会ったのは33年前。イラストレーターの仕事で日本に来た時です。当時師匠たちが使っていた弓が肥後三郎でした。7年前松永さんから贈られた肥後三郎です。この弓を初めて手にした時、身の引き締まる思いがしたと言います。肥後三郎に恥じない弓道家になることをオブライエンさんは目標にしてきました。Yumi, that with all his heart he tries to make the very best Yumi, and I think that kind of energy or that feeling is in the Yumi, and maybe you can learn from that. So I think if you don't have the same kind of kokoro, maybe the Yumi won't respond. You have to match the same kokoro.肥後三郎と共に修行を続けてきたオブライエンさん、八段審査が迫っていました。芦北町で弓作りを続ける松永さんです。松永さんはその年初めて作った弓を一針ずつ残してきました。松永さんがこれまで作った弓は2万針を超えます。自分が納得できた弓はまだありません。本当にこうどこの日の打ちどころのない中、まあ会心の策に近いものを作ろうって、それはなかなか簡単にはいきませんよね。やっぱり道直を通しという気持ちは今の心境ですよ。もう日が暮れてまだ道が遠いからたどり着けないかなというのは今の私の偽らざる心境ですね。松永さんが必ず足を運ぶ場所があります。先代茂次さんの墓です。東京の弓師の家に生まれた先代は20代の時、弓の材料が豊富なこの地に移り住みました。墓には一代で迷宮を作り上げた先代の遺言が刻まれています。私亡き後は肥後三郎の名を汚さぬよう一途な精進をせよ。先代は86歳で亡くなる直前まで弓作りに打ち込んでいました。会心の策はまだできないといつも口にしていました。八段審査を1週間後に控えた4月27日、来日したオブライエンさんは
芦北町へ向かいました。肥後三郎を携え松永さんの工房を訪れるのは1年ぶりです。あ、先生、久しぶりです。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お久しぶりです。どうも。お元気でしたか。おかげさまで。はい、じゃあ里帰りを。里帰り。まあどうぞ。はい、お願いします。どうぞ。お疲れでした。久しぶり。本当に久しぶりですね。もう松永さんはオブライエンさんの稽古の仕上がりが気がかりです。そうですね。だいぶ弾きました。いや、少しずつ練習やりました。あ、そう、はい、去年に比べたら調子は少し戻ったけど、まあ、あ、それよかった。まだ分かりませんけど。それよかった。今日と明日また芦北の道場でね、はい、頑張ってます、はい、頑張ってみてください。はい、はい。オブライエンさんは早速弓の調整を頼みました。弓は弓道家の扱い方によって大きく変わります。弾き方に癖があれば歪んだりねじれたりすることもあります。松永さんは弓の状態を丁寧に確かめます。よく育ってますね。あ、そうですか。よく育ってますね。はい、ありがとうございました。はいはい、こちらで、あ、ご苦労さん。あ、そういうふうに。お疲れさん。ご苦労さんちで、あのいたわりの感じで。我が子を送り出すように手渡した肥後三郎。その思いにオブライエンさんは答えてくれました。例えばまたそれこう、もう大体ぐらい戻るんです。戻るでしょ、はいはい。弓の調整を終え、オブライエンさんは芦北町の道場へ向かいました。この日は八段審査と同じ形式で稽古します。八段の弓道家尾形亮さんが指導に当たります。審査では一つ一つの動作に心の乱れが現れていないかが問われます。弓の下げ方がちょっと良くない、はい、ちょっと貸してください。いいですか、はい、ちょっとね、この時には握った時はちょうどこの裏はずが斜めにこう入ります。斜めにこうスッとこう入る、はい、で今オブラインのを見たらこう来て、これはこっちにこう上がまっすぐこう来る。だからそうじゃなくてこう来たらもう斜めにちょうど斜めにこう入ってくる、こう入ってくる。不動の心が求められる八段審査。最も重視されるのが矢を放つ瞬間です。的を意識せず無心で放たなければなりません。このままで肘を回すとなかなか回らないの。この肩を前に出すと肘が、じゃあ目通りからこれはこう、この肘はこう。上半身に力が入ってしまうオブライエンさん、自然体で弓を射ることができません。そうそう、そしてこの肩、この肩は前なんだよね。肘はそのままで、すごくちょっと向こうの上に向こうの審査では、顔を的に向けるとき少しでも目が先に動くと合格は難しくなります。